Cicito koto sereno minaniyotte. Amin. Suis Kristo nomi gumi kami no ai sereno majiwarega minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang senarusagi okunamaini. Watashitachi no tsumi mitome yurushi o negaimasu yo. Zenno no kami to. Kyo dai simai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte tabitabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tensu to seijin, soshite kyoudai shimai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zennō no kami, itsukushimi fukai chichi ga, watashitachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu youni. Amin. Subete o hitotsu ni atsumete kudasaru chichiyo. Shinjiru itobito ga anata ni fusawasii reihai o sasageru koto ga dekiru no wa anata no megumi ni yoru mono desu. Ima koko ni atsumete iru watashitachi ga yakusoku sareta kuni ni mukatte tomo ni ayumu koto ga dekimasu youni. Sere ni yoru ichi no uchi ni anata to tomo ni kami de ari yuyo to koshie ni iki o samerareru onko watashitachi no shiu Yesu Kristo ni yotte. Amen. Ichiro doku, soseki. Sono hi. Yakobu wa Beersheba o tatte Haran ye mukatta. To aru basho ni kita toki, hi ga shizunda no de, soko de ichi ya o sugosu koto ni shita. ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にしてその場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は、大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ、北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべて、あなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れをののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名は、かつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として立てたこの石を
神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。神の御言葉、神に感謝。私に頼るもの、私は救い、私を知っているものを守る。呼び求めるものに私は答え、悩みの時ともにいて救いと誉れよ。私たちの救い主イエス・キリストは死を滅ぼし、福音によって生涯を照らしてくださった。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、マタイによる福音。主に栄光。その時イエスが話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。すると、そこへ12年間も忘れて出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば、治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスをあざ笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手を
踊りになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。主の御言葉、キリストに賛美。イエス様の癒しの力は今日の女の人に実現しました。イエス様が言われた、娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。こういったイエス様の言葉も私たちに一人一人励ましい言葉になって、今日一日受け止めてきますように。聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。全能の神よ、あなたは遺跡を通して恵みをお与えになります。ここに集う私たちが、心を込めて感謝の詐欺を行うことができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全の永遠の神、あなたの偉大な技を称え、いつも感謝を捧げます。あなたは唯一の誠の神、始めもなく終わりもなく、すべてを超えて光り輝く方、あふれる愛、命の泉、万物の作り主。作られたものは祝福され、光を受けて喜びに満たされます。数知れない天使は昼も夜もあなたに仕え、栄光を仰ぎ見て絶え間なく褒めたたえます。私たちはこれに声を合わせ、すべての作られたものも共にあなたをたたえて歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。
食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げる主に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの清海を思い起こす。清子、フランシスコ、私たちの死期を、トマサクイナスマイラマンヨット、ウサスキを、パオロサカエトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛に満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神。いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Thank you.
世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。全能の神よ、命の糧に強められて祈ります。主の過ぎ越しを記念するたびに、救いの技が私たちの中に力強く実現していきますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の日はのうちに、神に感謝。主の愛が今あなたを包む打たれた傷も癒される主の愛が今あなたを包む嘆き悲しみ逃げ去る傷ついた主の